テレトビズ。桜が綺麗ですね。筑波大学附属高校ではこの日入学式が行われました。悠仁さまがカメラの前にいらっしゃいました。お一人なんですね。そうなんです。カメラの前で一人で受け答えされるのはこの日が初めてでした。中学校まではご家族揃ってでした。高校生なのでもうよろしいのではないか、そういう判断があったようです。それではノーカットでご覧ください。想定外の質問もあったようです。悠仁さま、高校ご入学おめでとうございます。ありがとうございます。ご入学にあたり今のお気持ちをお聞かせください。今日入学式を迎えることはできてとても嬉しく思っています。高校生活への興味もお聞かせください。学業に励みながら興味を持っていることや関心を持っていることをさらに深めていきたいと思います。また諸行事などの学校生活も楽しんでいきたいと思います。新しい制服はいかがですか？スーツなんですけれども、では終了とさせていただきます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。最後まで見ていただきましてありがとうございます。テレビ東京の経済ニュース、経済番組をもっと見たいという方はこちらの画像をクリックしまして、動画配信サービステレ東ビズにアクセスしてください。どうぞよろしくお願いいたします。